つ病の人たちが職場復帰できるよう支援する民間の施設が岡山県内では初めて玉野市に開設されました。うつ病患者は少なくとも全国に100万人以上いると言われ、うつによる自殺者の増加なども社会問題になっています。玉野市宇野に開設された支援施設リトルプラスは、通いながら職場復帰に向けたリハビリを行う施設です。患者同士のグループワークや農作業、ヨガなど様々なプログラムが組まれています。同じ病気と戦ってらっしゃる方と一緒になって職場、社会に復帰したりという、そういう活動の場、集まりの場が必要であると。この支援施設は県内外の誰でも利用できますが、それぞれが住んでいる地域の市役所に申請した後、受給証の発行が必要となります。